ポツンかよ。マジですか。やる気ない系じゃないですか。これぞ横山典弘ですよ。やばい、なんかね、血の気が引いてきたよ今俺。やばいわ。あーでも行った。でもかかって。今日走る気満々だ。すごい。おい。走る気満々。盛り上げるじゃないの。横山盛り上げるじゃないのよ。役者だね。買ってる方はドキドキだけどさ。本当だよもう。あ、一体そんな気もする。どこまでなだめることができるか。最後かわされるパターンですか。ちょっとずつ上げてったな。ジンティル微妙な気がするな。ノリお願い。レースも佳境に入ってきたところで4人の馬券を紹介いたしましょう。阪神第11レース第55回宝塚記念の馬券はご覧の通りです。渡辺は宣言通りゴールドシップの単勝を追加購入。林はそそのかされることなくほぼ全通りの枠連ボックス買い。 N は直感で前目に行く馬を多めに買い、浅井は人気どころをおとなしく購入しました。さて最後に笑うのは誰でしょうか。やばい、もう惚れそう、この非常に2、3着荒れたんじゃねえ。カレンミロティックが入ってたよ。おいおい、最後に俺が勝つパターンかこれ。紐が荒れたか。やべえ、震えるわ体が。たかだか1万円とはいえこれ。おお、やっぱカレーミロティックだ。すげえなマジで。バリエーション来なかったな、2着付けで勝ったのに。よかった、感動したわ。
お、タケ3着まで来てる。ヒットザターゲット3着だ。あ、4着か。これ3連単ついたぞ。もしかしてこれついたんじゃね？ロードシップ入ったらダメだろ。いや、2着3着人気ねえよ。え、これ合ってんの？合ってるよ、間違いない。これも合ってんの？あ、1153だ。これ全部当たってんの？当たってる、1153で当たってる。お前これ、これさ、これもしかしたら万いくんじゃない？2桁近く。最後の最後で挽回したんじゃないの？100円が化けるかもしれない。化ける化ける。俺すげえ喜んでたけど、一番最後に勝ったのは N さん。分かんないよ。いやだってカレーミロティック人気ねえもん。俺も買ってるけど、で3着のビルシーナもそんな人気してないもん。人気ないようにください。すげえ来たんじゃねえこれ。これターンだったらもっとすごかったと思うんだよ。ついたってマジで。これえ、ごちそうさまです。うわー、1153だっけ。全然人気ないから。印なんて印ついてないしさ。1153だっけ。11カレーミロティック53。あ、5だ。俺当たってよかった。85だ。すげえ。あれ林くんも当たってる。85できてる。あ、当たってんだ。うん、ワークレンでね。これもらっていい？あ、俺さっきさ、買い取ってって言われたの買い取ったけど。これこれもう来た時絶対ついたって。速攻買ったやつ。絶対ついたって。速攻買ったね。お前むちゃくちゃついたよ。何ついたんだって。ただリーブインクってことだけで買いたかったんだよ。こうやってだから、むしろこれゴールドシップとかいなくてこういう感じだったら、俺が一人すげえ盛り上がった後に全部こいつが持ってきやがったよ。最後最後これいなければちょっといいっすよ。34だったら多分1000倍。いや、こっちよりこっちだって。これこっちだ。いや、マジだって、つくよ。マンだって、マンマンマン。200円買ってればいいけどさ。すげえ、いくらつくかすげえ気になる。100円がいくらに負ける。5000円いくらだ。いや、だって何も入ってないんですよ。相当すぎない。すげえな、ノリ首振ってんじゃん。強えなってことかな、乗ってて。いやー、なんかすごいことになったな。林くん、俺と付き合えばよかったのに、ね、今更だよね。 あんなのだってさ、見てて、あ、勝ったって、うん、最後思えることさ、ね、ちょっとだって、あの出だしでさ、あ、いやだから、なんだろう、ちょっとあれだよね、惚れさせるよね、ツンデレみたいな騎乗されたから。いやー、ビービーがどうねえ、てか全部持ってかれたのが悔しいわ、俺。あ、でも実は今日、N さんが最初から最後まで全部持ってったっていう。ほら、つくよ、絶対つくって。すごいよ、ドンピシャリ。盛り上げといて落ちるってパターンかな。5万来てる。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。今日はもう今日一人勝ちですね。すげえ、5万。すげえな、おい。しかも3レター25万ですか。すげえな、全部持ってきやがったよこいつ。すげえな。あれ、ちょっと待って、下も馬タン、馬タンも1万円。あ、じゃあ6万円、6万7千円。すげえ。ただ5スターですけど、馬タン200円買って、200円買って100円か。おめえすげえな、最後の最後で。ごちそうさまです。ごちそうさまです。あの、期待していいんすかね、帰り。すげえな、マジかよ。
よし、関係しに行こうぜ。林さん、どうなのよ。ダメ、58では1200円だから全然マイナスだよ。父さん、いくら。あ、俺ほら、1万円だから 27,000円だもん。こっちは。あ、ウィンバリアション2着付けだったから、多分ね、俺今日うんとね、1000円負けぐらい赤字だ。結局むしろね、何この手のひら返し、何なのこの人。え、これだってね、これに関しては俺がお金入ってんだよ。朝買ったから。すげえな、この動画始まって以来の最高額かな。パンだったら10万。パンでもやるだね、これ。そうだから、パンだったら25万なんだよ。こういうことがあるんだよ。そうだよ。むしろ あなた付き合わなかったことがミスだよ ね俺の誘いに。確かにこれ全着一着だったね。俺はもうトントンでおしまいだ。盛り上がったからいいわ。3万ぐらい買った。あ、プラス3万ぐらいか。まあ換金いきますか。はい、すいません、浅井さん。はい、三強が飛んでしまいました、結果的に。すごいな、逆転だよ、ね、ほんとすごい。このおさんが逆転して今日はおしまいということで、換金に行くか。じゃあツンデレの単勝に夢を託し、見事に叶えた渡辺は負けをほぼ取り戻し、ツンデレに夢を託しきれなかった林と明暗が分かれました。本命党の浅井はひもあれの宝塚記念を射止めることができず、そして、すべては、この人のマッチポンプ。N が、東堂が、過去最高配当を叩き出し、大幅な黒字で逆転1位に。ドリームレースで夢をつかみ、最後に笑ったのは N となりました。ふか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 した。これがね、ふかふかになるわけだ。ほら何を持ってたの。ほら入れろよ、ほら。すげえな。はい、生産ボタン。はい、押す。すげえふかふか。68,000円。ああ、マジで。じゃあ俺も入れよう。はい、ありがとう、ゴールドシップドノリ。助かったわマジで。今日生産、今日1000円だけの負けだな。よし、OK。 あー、潤った。一気に潤いで一気に潤った。あるよね。半端ないっすね、おっさん。楽しかった4人の競馬はこれにておしまい。てなわけで、撤収。浅井さん、今日の感想をお願いします。感想、一番当ててるけどね、馬券だけは。そうね、感想は、いやー、新村くんは天才かなと思いました。はい、最後の最後でね、すごいなと。はい、そして林さん、どうでした、初めての競馬。いやー、最後の最後にね、 N さんのありえない大当たりの勝ち方ってびっくり仰天ですね。楽しかった。いや、もう楽しかったね。やっぱこの N さんがやりたい。これね、面白かったっしょ。競馬は始まらない。始まらない。はい、 N さん、最初クソで帰りたかったけど、最後まで粘ってよかったかなけど、あんだけ帰る帰る言ったのに、ね、これもう最初から買ってたから馬券。だから最初からもう確定してたわけだで、今日もう黒字ですよって。まあそんなこんなで1日が終わったわけですけどもね、まあ、またこのメンツが揃えば行きたいね。間違いないね。いい日だわ。あれもう手押さえてるの。本当だよ。まあそんなわけで、ね、キーバにさ、一本にしとけばいいとか思ってさ、あれもしさ、あれを200円なり3万円300円してたら、えらいもう。じゃあまた、このメンツが揃おうが揃おうまいが、またやるんでよろしくお願いします。というわけで、さようなら。